まず中田やろ。はい、どうぞ。これね、はい、あの中田までのクラスの選手になると、はい、あのお前何やってんのと。はあ、あそこに芝生、人工芝と土の切れ目あるの分かってますよねと。はい、ほんだステップの位置とか自分でちゃんと定めるわけよ。はい、お宅何年やってていろんな球場の特徴あってなんで捻挫してますんと、うん、試合中にアクシデントちゃうよな。そう、室内練習場ですね。雨が降っている、そうでなくても神経を使う、はい、雨の日は怪我しやすいっていうのが環境が変わるからやねんけど、うん、うん、そこでもう中堅でチームを引っ張るほどの経験を持っている中田が練習中に捻挫、これ恥ずかしいね。はい、恥ずかしいことやねんね、これは。うん、うん、ほんで病院直行、うん、俺やったら恥ずかしくて病院やめてくれっていう。うん、でも病院行けば関節がどうなってる、骨に異常があるとか靭帯がどんな伸び具合とか今もうめちゃめちゃ分かるから行くのはこれいいとしよう。はいな、はい、本人どんな気持ちやと、はい、を尋ねたいな。うん、うん、まあちょっとね、不注意でというふうに思われかねないような形ですよね、練習中にっていうね。そうでしょう、うん、で実況アナウンサーのフッチもそういう表現でしょう、うん、じゃあプロ野球 OB 言わしてもらうわ。はい、本人の不注意ですよ。はい、私前から言えるけど、プロ初勝利の前の日ノック受けてて捻挫したんよ。はい、明日先発やもと息って普段履き慣れてない靴履いて練習したら捻挫してん。ほんま恥ずかしくて俺言われなかった誰にも。なるほど。いや分かるやろ、そう笑うやろ。笑いますね、確かに。今笑ったやん。はい。いやそういうことやねんって。ええー。なあ、え、室内練習場で捻挫したん。なるほど。まあちょっと時が経てば笑いながらね。恥ずかしい思い出となりますけれども、うん、なかなか渦中にいるとちょっと。次の日な、次期2回目の今シーズン初の先発なんて力んで、はあ、普段入ってたりするノック受けて、足思いっきり足裏が見えるぐらいに捻挫するって笑けるやん。いやー、ね、若いですね。うせえ、若いやろ。はい。中田何歳や。まあ、若いですけど、ベテランですね。で、俺がこうやって辛く言うのは、もう彼を覚悟の上ですよ。はいはい、あ、岩本さん辛いこと言うてるわと。はい、そりゃせやな、俺までなって2億8000万も推定の給料もうで練習中に人工芝の境目で捻挫した、俺ほんま何やってんねんと。はい、そういうことやね。うん、超本人が一番思ってるはずね。うん、はいはい。ほらもう笑ってるやろ。いや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 、吐き慣れない息って言ったら水吐いて捻挫するという。なんかガンちゃんだから容易にこう想像がつくと思われるのがどうなん、失礼かもしれませんけどね。俺は明日先発やもっと思う、はい、新しい靴入ったんや。いや分かりましたから、もう笑わさなくていいですからそれはね。はい、雨の日は怪我しやすいっていうのが環境が変わるからやねんけど、うん、うん、そこでもう中堅でチームを引っ張るほどの経験を持っている中田が練習中に捻挫、これ恥ずかしいね。はい、恥ずかしいことやねんね、これは。うん、うん、ほんで病院直行、うん、俺やったら恥ずかしくて病院やめてくれっていう。うん、でも病院行けば関節がどうなってる、骨に異常があるとか靭帯がどんな伸び具合とか今もうめちゃめちゃ分かるから行くのはこれいいとしよう。はいな、はい、本人どんな気持ちやと、はい、を尋ねたいな。うん、うん、まあちょっとね、不注意でというふうに思われかねないような形ですよね、練習中にっていうね。そうでしょう、うん、で実況アナウンサーのフッチもそういう表現でしょう、うん、じゃあプロ野球 OB 言わせてもらうわ。はい、本人の不注意ですよ。はい、私前から言えるけど、プロ初勝利の前の日ノック受けてて捻挫したんよ。はい、明日先発やもと息って普段履き慣れてない靴履いて練習したら捻挫してん。ほんま恥ずかしくて俺言われなかった誰にも。なるほど。いや分かるやろ、まず中田やろ。はい、どうぞ。これね、はい、あの中田までのクラスの選手になると、はい、あのお前何やってんのと。はあ、あそこに芝生、人工芝と土の切れ目あるの分かってますよねと。はい、
ほんだらステップの位置とか自分でちゃんと定めるわけよ。はい。オタク何年やってていろんな球場の特徴あって、なんで捻挫してますもんと。うん。試合中にアクシデントちゃうよな。そう、室内練習場ですね。雨が降っている、そうでなくても神経を使う。はい。ないやろ？はい。中田何歳や？まあ若いですけど、ベテランですね。で、俺がこうやって辛く言うのは、もう彼を覚悟の上ですよ。はい。あ、岩本さん辛いこと言うてるわと。はい。そりゃせやな、俺までなって2億8000万も推定の給料もうで練習中に人工芝の境目で捻挫した。俺ほんま何やってんねんと。はい。そういうことやね。うん。超本人が一番思ってるはず。ね。うん。はい。はい。はい、ほらもう笑ってるやろ、はい、いや吐き慣れない息って言ったと笑うやろ。笑いますね、確かに。今笑ったやん。はい、いやそういうことやねんって。なあ、え、室内練習場で捻挫したなるほど。まあちょっと時が経てば笑いながらね、恥ずかしい思い出となりますけれども、うん、なかなか渦中にいるとちょっと。次の日な、自身2回目の今シーズン初の先発なんて力んで、はあ、普段入って、ノック受けて、足思いっきり足裏が見えるぐらいに捻挫するって笑けるやん。いやー、ね、若いですね。若い。